何フェチ。爆発するともう怪物になる。こういう議論がしたいです。こういう議論がしたい。極上プロフ今季3回目は山崎浩介選手と藤本佳樹選手、藤原優太選手が登場。3人は明治大学出身で、普段から先輩後輩の垣根を越えて気さくに話し合える間柄。それぞれが相手に秘密で考えてきた質問をぶつけ合い、極め付きのプロフィールを作っていきます。青を極める極上プロフ、レッツゴー。出せ出せ出せ、声は絶対出せ。一発目からこれかって感じ。いけいけいけ、なんかヘビーヘビーヘビー。いやいや、好きな女性のタイプはっていう。それ何、具体的な人。だからよしき君はもう奥さんいるじゃないですか、うん、だから奥さんのどういうところが。ああ、そういうことね。賢い賢い賢いし、まあ、的確なことを言ってくれる、うん、し、まあ、居心地はもちろんいいし、まあ、一番当たり前やけど素を出せるのがいいかなっていうのを直感的に感じたのが嫁。結婚してる先輩からのもうアドバイスとして、なんかアドバイス欲しいね。直感、でも直感っていうのやっぱ大事ですか。まあ俺はそう感じたかな。まあ大学の時から付き合ってた子で、まあ岡山行く時にも最初から一緒に行ったから、アドバイスなんてないです。でも直感っていうのはちょっと参考にはさせてもらいたいですね。直感、直感、直感だって。直感大事っす。俺の直感死んだな。やっぱ礼儀正しいことか、ちゃんと当たり前のことができる子はいいなって思うけど、結構こう奥さん絡みとか多いじゃないですか。そういう場とかでの立ち振る舞いとか。どうすか。いやでも分かるっす、俺も。分かる、うん、そういうところもなんか求めちゃうじゃないけど、なんか最低限あってほしいなとは思うところじゃないですか。直感が大事らしいですけど。なんか違うな多分。ゆうたは、僕も似てるかもしれないです、こうすけ君と、うん、意外とやっぱちゃんとしてるとこは居心地とかもちろん大事だし、ちゃんとしてるとこはしといてほしいなっていう。もうなんかありきたりな答えになっちゃうわ。よしくんあんな感じで結構真面目ですからね。これ実はみたいな。でもまだ真面目で撮ってます。いや、これでもうバレたんだ。俺は趣味は何ですか。なんか気になります、あの趣味はみんなあるのかなって。僕はカフェ巡りとか、なんかコーヒーが好きなんで。いいですね。そうです、なんかそういうところになんか探していって、なんか居心地いい、まあ、喫茶店もしっかりですけど、うん、そういうカフェを探したりするのは好きですね。それ山形でもやってる。いや、まだできてないっす。山形でもやりたいっす。あ、やるときはそれもうオフ行って何時間もおる感じ、カフェに。意外とだから逆に練習午後空いてて、うん、時にちょっと行ってコーヒー飲みたいなっていう時に探して、まあ行動力あるんで。連れて行かされまして。え、嘘。はい、連れて行かされました。いついつ山形で。はい、コースゲン、コーヒー。言い過ぎだ、それは言い過ぎだ。コーヒー。山崎選手の趣味を教えてください。僕はまあゴルフとサウナですね。おお、サウナ。サウナ結構去年から行くようになって。いい、いいっす。整う、整う。いいね。いや、いいっすよ。いいな、ゴルフサウナってめっちゃ男やん、もうなんか。
いい男だぞって感じでいいな。楽しいわ。ゴルフはどうなん？山でゴルフはちょっと今年できてないんですけど、去年は本当 A ちゃんとか、うん、シン君とかと山形で。山形で。サウナどのくらいの頻度で？サウナでも週1では行くかもしれない、うん、それはなんか試合の何日前とか後とか決まってはない？あ、去年は結構2日前とか行ってたんですけど、今年は別に特に決めてないです、うん、なんか理論的にもこうなんだろう、あったかいのと冷たいの交互にすると血流が良くなってっていうのもいいらしいんですけど、まあそれより僕はなんかリラックス効果というか。ゆうた行こう、行こう、行こうよ一緒に。お願いします。なんでゴルフもお願いします。大丈夫俺マジで趣味なくて、このリハビリになって趣味ないとしんどいみたいな、いろんな人が言われて、別に作ろうとするもんじゃないやん。で作ろうとしたんやけど無理で。ゲームとかは？ゲームはまあするけど趣味ってレベルじゃないから、まあ、マジで言うならシュート練習が趣味やったと思う俺はでもこれマジで趣味やったと思う本当に。これは好きでやったからあれは趣味でも、あれできんから。よしきくんのシュート練の量はえぐいあの練習、全体練習終わってからこう自主練とかするんですけど、一人だけ永遠とやってます。ヘディングからもう足のシュートからもう、まあその一本でな、そうっす、ね、生きてく世界やから。すごいっす。はい、まあ、あれっすよね、だらだらやってるとかじゃなくても好きでやってるから。あ、そうそうそう、そんな感じ。長いとかじゃないっすよね。疲れがどうのこうのとかそのなんか打ちすぎとかいう話もやっぱされるんですけど、趣味やからさ、なんかそうっすよ、ね、好きでやってるし、 そのなんか上手くなるやん、うん、結果が出だしたら誰も何も言わんなるっていうのも何回も知ってるから。プロになってもシュート練習が趣味って言える？なってからですよ僕は。それまではそんななかったけど、やっぱりいろんなねこう苦労してきたからさ、なんかそういう風になったっていう。はい、これな、何フェチ？考えた。なんか俺マジ質問がなくて。俺ユータの聞いたことあったっけ？あるです。と思う。もう絶対わかる。で何？二の腕フェチです。二の腕フェチです。あ、でしょ？筋肉と骨のこの、うん、ここの間あるじゃないですか。うん、これがなんかうまく分離できて。筋肉触れる人はなんか俺その人近寄って触っちゃいます。何これ何これ悪いよそれは。何これ、こんな質問したよ。もういいもういい、よしくん、よしくん、次は行きましょう。うちに秘めてる系の人が俺は好きなんですよ。だからこの山みたいななんか熱いもの持ってるけど確かに確かに、なんかね冷静で理性もあるよと。やけどうちに秘めてるものはものすごいみたいな人は魅力的で、俺は女性もやし男性も好きです。ボンテで一番こ彼です。彼はまあ俺5年かな、5年ぐらい一緒にやってるかな、山ともう愛媛と明治入れたら、ね、年にね何回かもう爆発する瞬間を俺は見てきてるんでもうそれがね好きです最高です爆発するともう熱い、もう怪物になるいやまあだから暑いから本当はね、本気だから出ちゃう感じ、普段こういうタイプの人がっていうのは俺は、まあ、信頼できるなと思うよね。なんかそういう人の方が怒るっていうかそういう感じだもん。怒る、怒るじゃなくて、いやなんか自分でもよくわかんないっすフェッチ、俺普通に匂いなんですけど。マジでマジで。言うと思った。柔軟剤。ああ。俺結構小さい時から結構匂い好きで、うん、そういう柔軟剤とかの、うんうんうん、なんかおばあちゃんが使う柔軟剤とかの匂いがめっちゃ好きで。うん、おばあちゃん。むずおばあちゃんむずどういうこと、山のおばあちゃんが使ったってこと。そうそう、うん、
こうじゃあ、コウスケ君、柔軟剤何使ってんですか？いや、なんか今、一個おすすめがあって、おおおおなんか、イロカっていうブランド知ってる？あ、知ってる？見たことあるっすね。いろいろこう、柔軟剤、ブワー並んでなんか、結構、白っぽいじゃないですか、柔軟剤って。じゃなくて、結構透明なんですよ。ぜひ、使ってみてください。それがいい。それいい。好きな女性の仕草とか、なんか教えてください。さっき教えてよ。どうやって？さっき教えてよ。どういうのかなと思って。ああ。俺先言っていい？ああ、いいいい。俺一個あるんですけど、うん、こうご飯食べるときに、うん、この髪かけ分けた、髪かけ分けた分けたり、うん、あの髪結ぶとき、うん、こうやって。そう、え、髪結ぶ人とかいるじゃん。その見てる髪型じゃなくなっ、ああそういう意味なんや。じゃあそうやったら飯食っててもそれし始めたらこうやって見ちゃう。見ちゃう。僕はなんか笑った時にこう歯並びとか歯が綺麗な人とか。え、それ元からその歯並びで矯正したの？いや元からっす。綺麗だ。だって汚い人に汚いって言います。言ってない。ちょ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 、女性じゃないよ、普通に選手とかにね。なんか悪く悪いわ。あ、でも俺それやったら刃とかある方が俺は、あ、そうっすね。こういう議論がしたいっす。こういう議論がしたい。こういうのが広げたい。こういうのが広げたい。ほくろが顔にある子とかは俺結構好き。今ってさ、ほくろあったら女の人とか取ろうとするじゃん。いいんやけど、でも俺はあっていいじゃんっていう風に思うタイプ。なるほどなるほど。可愛いっていう風に多分思う。こういう話っす、こういう話っす。いやいや、したかったの。こういうの、こういうの、こういうのでいい。こういうの、人によってこうマニアックなとこあると思うんで、それの議論がしたかったんで、ありがとうございます。じゃあこれもう定番、もう試合前のルーティン。うわ、じゃあ僕からいいですか。はい。試合に限らないですけど、なんか練習前とか試合前はそれこそ絶対コーヒー飲みます。カフェインっていい効果はあるじゃないですか。まあ、取りすぎは良くないですけど、うん、スイッチを入れる。うん。それがスイッチになるってこと。役割になっているので、ちょっとそれは欠かせないですね。ホットホット。ホット、それもホットっす。夏でも結構ホットっすね。夏でもホット。夏でもホットっす。ロッカールームでエンジンあるじゃないですか。エンジン終わって香水つけて出るとっていう流れはあるかもしれないです。あれ何つけてるんですか。あれは今はトム・フォード。どっち系、スースー系のやつ、あの匂い。すげえ。なんかさ、香水ってさ、男っぽいさ、男っぽいやつか、ちょっとなんか、なんか柔らかい花っぽいさ、女性がつけるのもできるなみたいな匂いとかさ。いやでもどっちも好きなんですけど、うん、なんか気分によって変えますね。用意してるってこと、試合の時、2個とか3個ぐらい。こういうスティックみたいなの入れてる、俺。ああ、そういうことね。持ち運びを便利してるって。香水いいね。でもそれで気分がね、落ち着いたりさ、上がったりしたら。俺はラムネ食べるんよ、ここで。あ、ロッカールームで。ありますね、たまに。なんか別に意味あるとか、科学的などうのこうのか知らんけど。でもなんかいいらしいですね。なんかブドウ糖だから。ゴール集みたいな見ながら、試合前にあの iPad でラムネこうやって食いながらイメージ高めてる。袋とかこのこっち。あ、もうこの駄菓子のあのあるやん。こっちで。たまにグレープ味。基本のはあの普通の青のやつ。グレープ味。グレープ味あるんよ。そういうこう食いながら。カセンと。いや、まあでも去年ぐらいから始めましたね。なんかうまいなと思って。なんかそんなもんじゃない。普通に。いや、なんかこれめでもうまいってことは欲してるんやと思って、この瞬間に。ヨシキ君結構野性味あるから。そう、野性味ある。自分の本能とかそういうのをなんか信じてる。なんか科学的動向じゃない。俺うまいし、ね、欲してるから食ってんだけど。でも頭回るらしいよ、そのなんかっていう説も聞いたから。まあじゃあそういうところにしようと。結局そこに科学的な理論がついてくるみたいな感じですよね。ね、なんかいい感じする。そうですね。
って感じですかね。始めるか。食べます。ありがとうございます。サッカー以外で取り組みたいことは？クソ真面目になっちゃうっすねこれ。いいよ。いいよ。そういうのやろ。だってお金とか、うん、そういうのが原因でサッカーを諦める子とかがいないように団体とかを自分が入るか作るかっていうのはしたい。シングルマザーなんで僕。でもそういうのが原因でやっぱ辞めちゃう子とかも絶対いるじゃないですか、片親だからとかっていうので。それでも自分は続けさせてもらって今この場に入れるんで、自分と同じ境遇の子が少なくはないと思うんで、そういうことでサポートしたいなっていうのは、自分がサッカー選手になった、藤原優太がサッカー選手になったらいいかなと思ってます。聞く順番間違えたの？めっちゃいいね。だから言ったじゃん。初めて尊敬したわ。今俺猫好きやん。猫飼ってて猫好きで、ウィルは大学生の時ですよ。大学生の時に嫁が一人暮らししてて、で俺は寮じゃん。で嫁の家でウィルを飼ってて、で嫁仕事やったから、俺練習終わったらウィルの面倒見に嫁の家行ってっていう生活してた。近かったんですか？近かった。飼ってる人は多分自分のワンちゃん猫ちゃん好きじゃないですか。好きだけど一方で最後は殺処分されちゃう犬とか猫もいるわけで、なんかそういうのちょっと悲しいなって思ったり、まあ本当僕の個人的な感情なんですけど、そういうのがなんかもうちょいより良い世界にならないかなっていう思いですね。いやなんかみんなの取り組みたいことがちょっと予想以上に壮大だったんで、僕の答えがしょうもなくなっちゃいそうなんですけど、絶対僕たちって引退する時が来るじゃないですか。でそうなった時にじゃあ何のスキルがありますかって、サッカー以外、やっぱそういう別のスキルっていうのが正直ないから、だからもう今のうちに簿記とかはちょっとずつ始めてますけど。あすごいしっかりしてるな。いやいや小学部っすもんね。今日3人で話をしてみてどうでしたか？まあ俺藤原選手と話したことなかったんで今までなんか本当に喋ったことないみたいになっちゃった。なるか。まあ深い話はしたことなかったんで、まあ、しっかり考えてる選手だなって、まあ、プレーとか見ても思ってたんですけど、そういう一面も見れて、まあ、嬉しいです。山はまあ思ってた通りでいい話が聞けたかなと思います。僕は、まあ、普段から2人ともよく喋ってるので、まあ、ユシキに対しても、まあ、イメージ通りだし、ユタに対してもイメージ通りだし、まあ楽しく、まあ、普段通り喋れたかなと思います。僕はもう先輩方2人のいろいろなことを、ユシキ君のラムネのとこだったり、コウスケ君の髪をこうやるとこだったりっていうのは参考にしていきたいなって思います。いやー、仲の良さが伝わってくるいいトーク、ありがとうございました。完成した極上プロフがこちら。3人の意外な趣味から今後取り組みたいことへの熱い思いまで聞けた貴重な対談でした。藤原選手、今後はプレーだけでなくムードメーカーとしての活躍も期待していますよ。ここでしか聞けないトークが満載。青を極める極上プロフ。ぜひチャンネル登録をして次回の配信をお待ちください。